今日の朝飯は卵かけご飯とフリーズドライのナスの味噌汁に小松菜を入れたものです。じゃあまず卵を割り入れて醤油をかけてよく混ぜたらいただきますね。この味噌汁はいつもの天野フーズのフリーズドライのナスの味噌汁になりますね。結構しっかりナスが入ってて美味しいです。でそれだけじゃちょっと物足りないんで小松菜をプラスしてやりますね。そして卵かけご飯ですね。卵かけご飯もうまいです。昼飯は焼きうどんとサラダになります。まずはサラダからですね。そして焼きうどんです。美味しいですね。いつもの醤油味が安定のうまさです。具材はソーセージ、キャベツ、玉ねぎが入ってますね。このうどんは3袋100円ぐらいで売ってるさぬきうどんを使ってますね。これも結構もちもちしてうまいです。夕食はサンマのみりん干しと焼き鳥と伏見甘長唐辛子になります。この甘長唐辛子は知り合いからもらったんですけど京野菜らしいですね。苦味は何ともうまいですね。そしてサンマのみりん干しですね。これはもう骨ごと食べられるんでかぶりついて食べます。これもしっかり味がついててうまいです。甘みが何とも言えないですよね。ご飯にももちろん合いますね。そして焼き鳥は軟骨と牛タンと鶏皮になります。これはね近所の焼き鳥屋さんで100円前後で買ってきたやつですね。本当に人気店なんで100円前後とは思えないクオリティの焼き鳥になってます。焼き鳥といえばビールですけどご飯もしっかり美味しく食べられますよね。軟骨の肉厚だし牛タンもかなり分厚いお肉になってますよね。食い手がすごいあります。でこちらは一番好きな鶏皮ですね。鶏皮が僕焼き鳥の中で一番好きですね。本日もお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。